この学園はとても広いので、時々迷子になってしまいそうです。今日もよろしくお願いしますね。この学園はとても広いので、時々迷子になってしまいそうです。知らないようですね。それじゃあ、私の誕生日は知っていますか？もうやっぱり。今から先生のためだけに自己紹介をしますから、覚えてくださいね。なるみはるかです。9月23日生まれの乙女座で A 型です。趣味は音楽鑑賞です。オーケストラも好きですが、最近はジャズも聴いています。趣味の影響もあって吹奏楽部に所属しています。担当楽器はフルートです。結構上手なんですよ。それから私の家は古くから続く病院です。パパが院長として後を継いで、毎日多くの患者さんを助けています。ママはとても優秀な看護師で、パパの右腕なんですよ。妹は無口でおとなしいのですが、星盛りである私のことを心配してくれる優しい子なんです。簡単な自己紹介ですけど、これで私のこと少しは分かっていただけましたか？大事なことを伝え忘れていました。私、いちごタルトが大好物なんです。いちごタルトです。食べたことありませんか？重要ですよ。いちごタルトのことだけは絶対に忘れないでください。私も先生に私のことを知っていただけて嬉しいです。私も先生のこと今までよりも身近に感じることができた気がします。ですから、今度は先生のことを教えてください。はい、先生が私のことを知って、
私が先生のことを知ればもっともっと親しくなれると思うんです。星森として戦っていく上でその絆はとても大切になると思うんです。あ、でも絆が深まったと感じているのは私だけかもしれませんけど。
修行、どちらが好きか？難しいお話ですね。あら、どうしました？特訓はちゃんとしていますよ。